どうだ、あ、それか。うん、これは待って、そこを登ってけんの、もしかして。そこを登って、なんかミュールっぽくない、あれがミュールっぽくない、なんか、そこを登ってくとあるのか。あ、しかもここで資源もらえたなっていう話、コスプレイヤーさんに多分もらえたなという。いけんのこれ、いけたわ。ジャンプ、あぶねー、ぬぬぬぬ。この先頑張ればあれか、ブーツがやべえ、性能落ちんのかな、帰っか。そんなに走りまくったか、よかった、作っといて。履く、入れ替えになるのかな？ OK。 危ない、あそこまでたどり着けばなんとか、なんとかなる。飲んどくか。あれだ、来たぞ。どうやって国道通るんだこれ。入れて、これで OK。うわー、すごいとこ通ってんね、また。ほう、まあ、ここ進めば車の元へ戻れると。うわー、すごいとこ通ってる、ほんとに。これブーストすると多分こけるぞ。嘘でしょ？あ、出んの？マジか。あっちの方？ああ、帰れる景色欲しいな。これ完全に高速道路状態だね。うっ、マジか。スプレー持ってたっけ、セラミックの。いや、もう俺が持ってるやつじゃねえな、今のセラミックのケースの吸収装置っつうのは、吸収機能か。これ降りれないよね、どうやったら降りれるんだろう。怖っ、いる、前にいる。
終わった？バイバーイっつって。多分あれミスだな。マーカーを消す。で、次のラスト1個。これが繋がれば OK なんだけど、1037と、あとセラミックが618、778、778、778、778、足んなくね？コスプレイヤーさんにもらってくる？ないよね。金属1037、34567、8、セラミックが、よし、ちょっともらってこよう。ぐらい足んねんだ。あとスティッキーガンも作らせてもらおう。あー、まだつなげてないんだっけ。そっか、なんか受けてっか。カイラルアーティスト、二日酔いに効く薬、今すぐ持ってこいって言われてる。サウスノット、これから多分たどり着けると思うんで、それ受けるか。重たくね、それ。待って、先に資源ちょうだい。もらえるんだね。全部もらってくわ。一応分けて持ってくか。こんな感じと、セラミック、これで終わりか。足りっかな。一括背負いきます。多分持てないね、あれ。他のやつ。アンバランスというか、なんか俺入れてったっけ、ここ。あ、こんななんだね。足が入ってんじゃん。あー、素晴らしい。まあ、とりあえずいいか。行こう行こう行こう。すごい状態だよ、これ。これバランス変えらんない。変わった変わった。雨が。いくらでも取れんねん、なんか。行くぞ。さあ、ここを車で通る。やべ、錆びてきたな。うわー、怖え。ブーストできねえ、これ。また？まあ、多分出ないっしょ。まあまあ、これは出るけど、ここまでは出るけど。
さあここまで来て、あとは何すればいいんだ。まっすぐ行っちゃっていいのか。左、ちょっと左向き、あの下をくぐるのか。うわ、 BD 出そう。ねね、終わったってこと。あ、だだだだだ、また出てきた。とりあえず直そう。1030なんとか背負ってんでね。これと100、あと3750とかある。あった、これ入れて、セラミックが778800あればいい。これとこれでいいのか。入れる。そして帰れる結晶。よし、これで。つながった。国道23号線なのか。ここずっと雨止まないよね。ずっと多いね、なんか。この辺は降ってないんだ。サウスノットまで戻ると降ってないんだ。よし、逃げよう。一回サウスノットへ向かうぞ。あ、俺がはめちゃったやつ、あれ。いろいろあんな。いや、とりあえず一回サビも直したいんで帰ります。サウスノットじゃねえか、あれ。おっと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 、帰ってきた。この辺は雨降ってないの。いや、降ってんな。いやー、やっとここまで。大変だったの。じゃあまず納品して、ありがとう、来てくれて。みんなあなたのことを待っていたんです。感動しました。あなたは私たちにとっての英雄ですね。
また来てください、サム。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注する際は配送端末にアクセスしてください。さて、じゃあどうしようかという話だよね。クラフトマンのところをつなげるか、あとはこの気象観測所とか農家の方行った方が、全然行ってないもんね。5件依頼が受けられるが、つながんねえから、行くとしたらここから一気にジップラインがいいのかな。あとアーティストとジャンク屋、どんな、セーフルマンね。まあ、とりあえず進めっか。クラフトマンの方の国道をつなげてって、マウンテンノットシティ向かいますか。この辺にあるんだっけ、確か。これ配送センターかな、この船の形したやつ。で、まず中継の方行ったりするんだよな。よし、じゃあクラフトマンの方に戻りつつ、資源またもらって国道直そうぜ。まずはいらないものしまってこ。めっちゃ入ってんじゃん。もういいってわけじゃねえのか。クラフトマンの方で使うからトラック移して、これ一回またプライベートルーム入んねえとやばいね。お、スタンボム入れつつ、あと何がいる？必要だ？ブーツ。あ、これかけてこう。ハンガーにかける。古いやつはいらねえや。これもボロボロなんで。ボックスへ。こんなもんでいいかな？よし、オッケー。いや、これいいや。トラック。よし、一回休もう。コレクターから昔手紙という通信手段があった。だって、あとなんか変わったものあるかな。これずっともうビールになっちゃったのかな。あそこはもうモンスターエナジーに戻んないんだろうか。あとさっきのね、ヒックス何だったんだろうね。まあ夢なんだろうけど。よし、メール見てまた行きますか。もう完全編集長呼ばわりですよ。雑誌や新聞はいつも決まったタイミングで発行されていた。あ、月に1回とか。ファミツは確か隔週だったよね。手紙もそうだ。メールみたいにすぐ届くことはなかった。紙にペンで文字を書いてポストに投函するんだ。ポストマン。そうね、今とは違うよね。もう実際手紙ほとんど使わない。年賀状ぐらい？年賀状ももう出さなくなったもんね、今。行きますか。では、クラフトマンのところへ。で、だからここで依頼を受ければいいのか。京葉南配送センターまで行くんで、まあ装備整えつつ、まあ資源持ってこう、適当に。それでいいんだろうな。必要なのが
スティッキーガンと牽制装置2個ぐらい作っとくか。スティッキーガン、これでいいかな。一括背負う、いきましょう。で資源もらって、金属2000ある。セラミック全然ねえな。金属ちょっと多めにもらっとくか。まあこんぐらい。セラミック、トラック行き。オッケー。でなんかあれば受けましょう。これか、バイクで一気に行けってことだよね。遠くない？60分以内にバイクある？これしかもこれ一回閉まっちゃうと全部中入っちゃうんだよね。俺あれ作りてえや、ノーマンモデル作りてえわ。足りっかな。ノーマンのやつは何が足んない？セラミック、セラミックは4足んないっぽいね。シェアボックス入ってねえかな。セラミック入ってねえか。返すかこれ。しゃねえな、リサイクルして。よし、これでいけるかな。作ります。リバーストライクライドタイプで、どうすればいいんだ。車庫、お、中入っちゃったね。まあいいよいいよ。これでまあ行きゃいいんだね。受けて背負っていきゃいい。で余計、確かあれだよね、あの縦に積んじゃうと怒られるからピザじゃなくなっちゃうので、今持ってんの全部入れちまうか。背負ってるやつなんとかなるか。受けて一気に行きましょう。やっと、しかもなんで指名なんだろうなこれ。焼きたてピザ、あと待って、なんか説明ねえわ。よし、じゃあそれでいきます。フローターくれた、なんで？特にいらねえんだが。はい、ピザが入った荷物ケースは横にして運ぶんだぞ。バックパックに積むときも必ず横にするんだ。地面と水平にな。縦にしたら中のピザがめちゃくちゃになってしまうぞ。そう、まあね。おもてなし用焼きたてピザ、イベリコ豚のベーコントッピング付き。俺が食いてえわ。背負う、まあこのまま行きましょうか。行きます。では、ノーマンモデル。おお、なんかかっこいい。カラーリングが、まあ、シックだけど。あれもバイクか。もうひたすら届けるの優先しよう。急にレースゲームが始まりました。
止まる、急に止まる。いやでも奴ら追いつけないでしょ。おーし、うわあ、危ない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 、うわっち、あ、もう終わったみたい。わ、怖い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 、これは怖いぞ。またウィーティーいるっぽいね。結局60分だからさ、車に乗って依頼を受けながら来た方が良かったかもしれんね。あ、危ない、中央バイクだとあんま乗らねえかな。さあ、ここまで帰ってきた、やっと半分だな。こりゃもうあれだな、レイクノットから飛ぼう、疲れる。あとバイクがなくなっちゃうのか。あれはなんだ、エンジンに乗ったまま取れないよね。よし、いいや、またラッコの声がした。なんか降ったりやんだりしてんね。あんなとこに立つんだ、川の中に充電器が。やっちがマウンテンノットと。そっから左に行っちゃった方がいいのかな。あそこに橋があるね。まだまだ、いやでも行っちゃって良さそうだね。前はここ通ってったんだな。直進しちゃうか。バイク大丈夫かな。川があんな。それ渡れば。うーん、帰りでいいや。これ渡るとどうなる。あ、行けそうだね。いいとこにピーター専用の橋だよねこれ。それは欲しい。
この辺にいるはずだが、どこだっけ。一回行ってね、前あっちの方だと思うんだが、もうちょいだな。あれか、自分で言ってる。来たぞ。前来た時はさ、あの顔も見せずにただただ納品しただけだったよね。さあ納品だ。うわ、出てこねえ。星上がんねえ。グレートになった。ありがとうございました。うわ、機械音声。はい、じゃあなんか、あ、しかも受注もないんだ。あ、そう、ただただピザを届けるだけなんだね、これは。空っぽ、よし、帰るか。レイクノット戻ってなんか装備整えて、で K4 まで戻ればいいのか。でも K4 よりサウスノット戻ってまた資源を持ってきた方がいいよね、 K4 までね。でクラフトマンのところの国道を直す。なかなか大変だな。まあ一回レイクノットで装備を整えよう。道があると道の通り行っちゃうよね、これ。はい、あ、来た来た、ピーターから。ピザは絶品でした。前も来た？サム・ブリッジスさん、すみません、そしてありがとうございました。ピザは無事に届いています。友人夫妻が端末の操作を間違えてホログラムが出なかったそうなのです。マジで？これずっとこれが続きそうな予感はするよね、正直。これ2回目だからね、多分ね。よし、またピザの依頼があったら受けようぜ。ドアイ！うわっと！落とし物ないね。またこんな感じか。当たっていい？ジャーンプ！エンジニアばっかだな、ほんと。レイクノット。樹脂がある。レイクノット。いっか。セラミック向こうか。スティッキー。
あれダメ？あれダメ？あら埋まってる？あれちょっと なんでダメなんだ俺。んあのカイラル通信外だとダメ？もしかして。あ、いやここ入ってんぞもう。あ、なんでダメなんだろう。まあいいか。エピソードになりそうだ。できるよね。あ、できるわ。そうだからこういうところもあるじゃない、あのメモリーチップとかあるんじゃねえの。ねえな。なるべく歩かない。金属があるね。さて、なるべく歩かない。奥遠いか。あーレイクノットなんな。まあいっか。とりあえず一旦帰ってきた。ゴリラフィギュアだ。ゴリラは重要でしょう。これ届けてえな、ちゃんと。映画監督遠いんだよな。出発だ。おいや、武器扱いじゃねえから使えるのか。敷地内でもそれっぽいな。いっぱい止まってんな、なんか。よし、まずは納品。落とし物工具はこれか。あとこの辺はね、エンジニアはいいや。会社か。映画監督ゴリラ。あ、ちゃんと絵があるね。完全にキングコングだね。あるね。アンダーウェアと誰かの樹脂。ピザ依頼あるかな。ねえわ。緊急用の抗カイラルアレルギー薬錠剤を届けろ。エルダーだ。やっぱエルダー薬系が多いな。クラフトマンとカイラルアーティスト。よし、というところなんですけど、今回は一旦ここまでにしつつ、どうしよう、やっぱサウスノットまで一回戻って、でトラックに乗って京葉南配送センターまで戻ってきて、そこで依頼を受けてクラフトマンの横の国道をつなげていくっていうのが良さそうだね。まあ、どれを受けるかなんかはまた次回考えましょう。素材とかここいっぱいあるんだっけ。
あ、結構あんね。セラミックが多い。ありがたいですね。という感じで今回はここまでにいたしましょう。また次回。それではまた。